ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県に来ております。まずですね、概要欄 URL より、前回の続き、前回の動画ですね、前回の動画を見ていただけたら幸いです。山梨県に来たんですが、車中泊できず眠れず、そのまんま忍野八海と魚公園という場所に行って、まだ午前10時前という時間でございます。今からスーパー行こうかな、スーパー行って軽く買い物してっていう感じにしましょうかね。時間潰さないとな。スーパー着きました。こちらで軽く買い物いたしますね。買い物をしまして、車の中に戻って、ちょっと目をつぶったら、なんと2時間経過してましたすっごい気持ちよかったですね。よかった、寝不足だったんで仮眠取れてよかったですよ。この後はですね、いつもの行きつけのマックスバリューですね、マックスバリュー川口湖店さんに行って、食料の買い出しをして、少し腹ごしらえして、もうチェックインですね。いよいよ緊張しますね、久しぶり。マックスバリューさん着きました。心なしか肌寒いな、夜まずいな、この寒さだと。買い物してきます。はい、買い物終わりました。残念ながら本日は富士吉田うどん食べれませんでしたが、もうチェックイン時間迫ってるんで行っちゃいます。すぐ着きます。もう5分以内に着きますね。緊張楽しみ、緊張楽しみ、緊張着きました。受付がここで、前こっちのトレーラーハウス泊まったけど変わりましたね、明らかに。2階とかなかったもん。上にハンモックありますしね、この形じゃなかった。ではチェックインしてきまーす。はい、こちらがですね、本日宿泊する、トレーラーハウスでございます。中見ていきますか。すごい、受付の方が感じよくてですね、もう最初から気持ちいいですね。よいしょ。おー、いいいいいいい、十分じゃないですか。十分綺麗だな。冷蔵庫もあって、そしてユニットバスもついております。十分。これで一人4000円とかですからね。安すぎ。荷物入れちゃいまーす。あと、デッキもこのようについておりまして、ここでバーベキューができます。しかも、もうセットがついてるんですよ。込みですよ、料金の中に。すごくないですか？コスパ半端ないですよ、これ。では、キャンプ場の散策をさせていただきます。こちら受付ですね。これあれかな、DJ キャブヘイさんも来てたみたいなので、キャブヘイさんが作ったやつですかね。で、こちらにまた別のトレーラーハウスですね。場内を入って見渡してみると、こういう感じですね。トレーラーハウスをすぐ出ると、目の前にすごい広いバーベキュー場で、受付がこちらで、奥の方にもずっとトレーラーハウスがあって、前はあの辺に泊まりましたね。あの辺ですね。すごい良かったんですよ。あれも5000円ぐらいあった気がする。楽天で泊まれたんですけど、楽天で予約してなくなってましたね、楽天が。で、こちらがトレーラーハウスがずらーっとこんな感じですね。はい、センター棟があちらですね。
お風呂とかあるみたいですね。いやここ広いな本当。トレッキングコースもありますね。うわこれは今日は歩かないですけど、なかなかの広さ。鈴の音がすごいぞ。え、どこまであるのこれ。あ、空気がうまい、空気がうまいよ。あ、ここにもトレラー挟った。オートキャンプサイトと手ぶらキャンプサイト。手ぶらキャンプサイトか。私も正直ほぼ手ぶらですけどね。一応持ってきてますけど、使うの焚き火台ぐらいじゃないか。あと用意されてるもんな。そしてセンターと、あーいいな、探検したいこんなか。こちらにもバーベキュー場、広い、ほんと広い。そして私の好きな炊事場ですね。綺麗ですよ、綺麗に管理されてる。夜はまたどういう雰囲気になるんでしょうか。おお、綺麗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 。ざーっとさーっと見ちゃいますね。さーっとさーっとさーっと、こういう感じです。はい、こちらがマス？マス取り池？アユ？あ、いますね魚。こちらが放流されるのかな。見えるかな、この中にいるんですけど。こちら週末はやってるのかな。こちらがバンガローエリアかな。一個一個がすごい可愛い。フィンランドログコテージみたいですね。その代わりこれはトイレとかがついてない感じなのかな。そしてお値段もですね、お手軽なお値段で、これはいいぞ。奥の方を歩いてみるとツリーハウス的な、これは見なかったな情報として。すごいな、結構人がいらっしゃるみたいなので奥までは行けないですけど。あ、車すごい止まってるな。すごくないですか、見えます。これも借りれるんですよね、すごい。これはキャンプサイトかな。どういう形になってるのかいまいちわからないですけど、もう十分な広さ。そして平日だからだと思いますけど、静けさと自然の香りがたまらんっす。前泊まったのはここですね。虫がすごいな、さっきから。前泊まったのはここなんですけど、明らかに変わってます。すごいな、建て直したのこれ。階段あったもん前。やっと落ち着きました。久々のこのキャンプ場の雰囲気、やはりいいですわ。今日は雨が降るかもしれないので焚き火できるかどうかわからないですけど、今年はテント泊とか本格的なキャンプはするのかな。いやどうなんでしょうね。ベッドがふかふかで、掛け布団もふかふかで、すごく気持ちいいのです。少し寝たいな。今5時前ぐらいなので少しゆっくりして、晩飯ですね。いよいよ晩飯のお時間でございますので、晩飯はまた動画を分けてお送りさせていただきますので、
続きは概要欄 URL からご覧になっていただけたら非常に嬉しいです。ではまた続きの動画でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。前回友人が稲田シャブを作ってくれてハマってしまいまして、では肉いただきます。これもう毎回同じ味って分かってるんですけど、ではビールいただきます。